おはようございます。はい、おはよう。渚にて見ました。なかなかきつい内容でしたね。でしょう。でも白黒だったおかげか、そこまでショックはなかったです。ああ、そういうこともあるのか。で、せっかくなんでついでだから、他にも何かおすすめの白黒映画ないですか？できれば娯楽系で。またざっくりしたリクエストね。じゃあもうすぐ新作が来るこれとかどう？え、何ですかこれ？何ってキングコングよ。キングコングは見たことありますが、私が知ってるのとは違うような。それって最後ビルに登った？はい、確かエンパイアステートビルだったかな。じゃあ2005年のピーター・ジャクソン版ね。これはその元になった1933年版のポスター。ああ、特撮の特集番組か何かで見ました。確かコマ撮り撮影なんでしたっけ？そうそう。あと頭と腕は等身大の模型作って撮影したみたいだけど。マジか。あらすじ言っとく。一応おなしゃす。舞台は1930年代のアメリカ。ジャングル映画で有名な監督のデナムは、新作のためにクルーと共に船で出発しようとしていた。しかし内容も目的地も秘密にしていたので、所有が決まらない。で、仕方なく街に探しに出かけた彼は、失業中の女性、アンを雇う。ジャングル映画って何ですか？当時そういうジャンルの映画があったのよ。あまり知られてない秘境の自然や動物を面白おかしく見せる記録映画みたいな。ああ、テレビの旅番組みたいな感じですか。もっとバラエティ寄りじゃない？知らないけど。あ、はい。それでどうにか出発する一行。その船旅の途中で、アンはイケメン船員のジャックといい仲に。己リア充。やがて船はまだ世間に知られていない謎の島に到着。そこは巨大な壁で守られた集落のある不気味な場所だった。出た！意気揚々と上陸する監督たち。すると集落は何かの儀式の真っ最中。おう。なんだなんだと覗いてみると、踊り狂う男たちの真ん中に、花輪で飾られ、怯えた少女が座っている。もう嫌な予感しかしない。こりゃいい素材だとカメラを回し始める監督。おいこら！当然見つかり怒られる。しかし州長らしきおっさんはアンを見るなり、おお、その金髪の姉ちゃんイエヤン、わしの嫁6人と交換してんか。無茶言うな。とりあえず、明日返事しますわ、とごまかして船に逃げ帰る監督たち。だがその夜、州長たちは船に忍び込み、アンを誘拐。そのまま彼女を壁の向こう側にある柱に縛り付けると、縛り付けると巨大なゴリラ、キングコングが現れるのだった。出た。まあこの後は、恐竜やらなんやら出てきてコングと戦ったり。あ、恐竜出てくるんですね。ってことは私が見たやつみたいに、この後ニューヨークに行って。そうそう、アンとコングがなんかいい感じになってと思うじゃん。あれ、最近のじゃヒロインとコングがそんな感じになるのが多いけど、この作品だとアンにとっては最後まで恐怖の対象でしかないのよ。おっと、マジか。まあその方がわかりやすいのかもね。なるほど。じゃあゆかりさん的には？私は大好き。出た。なんといっても特撮がすごい。でもコマ撮りですよね。それがほんとよくできてるのよ。例えば櫓の上から原住民がコングに槍を投げつけるシーン。実際の役者とコマ撮りのコングが同じ画面にいるんだけど、役者が投げた槍がそのままコングに刺さってるようにしか見えない。マジで、え、これどうやったのってなるわ。ほうほう。あとコングの表情がすごくいい。柱に縛り付けられたアンを見つけた時、うひょー、なにこれかわいいって感じでね。その後ウッキウキで高速を解いて持って帰るとことか。ほうほう。あと気絶したアンの服をちょっと剥がしてみたり、ツンツンしてその指を嗅いでみたり。小学生男子か。そうそう、ほんとそんな感じ。まあ怒って人間を口に放り込んで吐き出したり、思いっきり踏みつぶしたり。あとニューヨークでアンを探す時に間違えて違う人を掴んで、あ、ちゃうわってポイしたりと、結構残酷なとこもあるけど、基本雰囲気は小学生男子。マジか。でもさっき言ったように、アンにとっては恐怖の対象でしかないから、ずっと拒絶されまくり。それでもクライマックスで愛おしげにアンを見つめるコングがかわいそうでね。おう。まあ渚にてでも言ったけど、古い映画だから今のテンポ感を期待すると退屈かも。でも機会があれば見ておくべき作品の一つね。なるほど。じゃあ DVD おなしゃす。はいはい。